こんにちは、ザキです。今日のミニカーはこちらです。これね、すごいいいんですよ。なんか、僕がトミカにハマった理由やね、これ。もう、このフォード GT 見て、めっちゃできいいやんって思って、買ってしまって、そっからトミカハマっちゃいました。ですが、でも、今のところ、これ、を超えるトミカ、これぐらい頑張ってくれたトミカっていうの出てないんで、正直言ってトミカもうちょっと頑張ってって思っちゃってます。まあ、フォード GT 僕、大好きで4台ぐらい持ってたんですけど、今残ってるの2台でね、マジョレットのこっちのマジョレットのフォード GT と今、このトミカのフォード GT しかないんやけど、まあね、全然違うよね。このバックレスト、バットレストですね。バックレストじゃん。バットレストっていう、この C ピラーからリアのスポイラーに抜けてる部分が、ホットウィールとかマジョレットでは全然表現されてないんやけど、トミカだけ、ここまで抜けてる。後ろまでちゃんと抜けてる。これはもう最高。なんで他のできんのって思うけど、これがもうすごい。すごすぎてびっくりして、もう買って嬉しかったけど、でもこの後のトミカ続かんよねって感じ。あとこれですごいのが、前のタイヤと後ろのタイヤの径がちょっと、まあ、パッと見で分かりにくいけど、どうも違うみたい。これもね、すごい頑張ってる。はい。マジョレットとか、ホットウィールやったら後ろのタイヤ大きいとかね、でかすぎるっていうのがあるけど、ちゃんとトミカは、でかすぎるじゃなくて、ちゃんといい感じで収めてる。これがすごい。まあ、このマジョレットもいいんやけど、この A ピラーがクリアパーツやから、すごいなんかよく見える。中もよく見える。トミカは、まあ上から踏まれても、潰れへんように、ちゃんと A ピラー、めっちゃぶっといのつけてんねんけど、まあそのおかげで、中見えへん。全然見えへん。この横の窓とか小さすぎて全然見えない。まあいいか。じゃあちょっと分解していこうと思います。では、これ、よいしょ。で、いつものようにドリル使うとき、工具使うときは、だてメガネ装着でやっていきます。これね、まあ、トミカやから、まあ、ね、こう。いつものように 3.2mm で、いってます。ただね、まあいつものトミカもそうやけど、トミカって、まあホットビールもそうやねんけど、カシメ外してもカシマっちゃうぐらい精度が出てるんで、なかなか外れない。はい、なんとか、めっちゃ苦労してんけど、取れたと思います。じゃあ、外しまーす。ちょっと、結構トミカ手ごわいからね。いけるかな?いけるかな?ちょっと真ん中から行こうと思います。カシメリング外れたんですけど、まだか、前から行こうか。よし、あ、前はやっぱ行けない。前、カシメリング外れてたんで、後ろがまだ取れてないんやけど、ちょっと無理やり行こうかなと。カシメリング取れてなかったけど、やってみようかなと思ってやってますが、ちょっとね、は
んまりこんなん時間取りたくないで無理やり行っちゃってますけど、本当はちゃんと行った方がええかなと。あ、やっぱダメか。じゃあちょっともう一回行きます。もう一回取り、まあね、あのマジョレットではよくあるんやけど、カシメずれてるってやつやったみたいで、今、ちょっとよう見たら芯がずれてました、なんでもう無理やり行こうかなと思います。もう芯ずれんのに最悪やね。ようできてるトミカやと思ったんやけど、ここまでずらされると正直腹立ちます。よいしょ。よいしょ、行きました。見ていきます。まずシャーシ。シャーシこんな。まあ、サスペンションついてて、うん、まあ、なんやろ、補強入ってますが、まあ、ここで注目は、この、ラジエーターとか、このスポイ、何やろ、後ろの通気口がシャーシ側についてるって感じだね。はい、まあこんな感じか、こんな感じ。じゃあ、内装を見ていきます。はい、これやね、内装めっちゃ光ってんねんけど、これなんか光ってりすぎちゃうって。え、なんでこんな光らせたのこれ。これマットでよかったんちゃうかって。まあ、ええか。ここ別にこんな光らんでええよね。あと、やっぱトミカっていうのは、このバットレストは表現してたけど、バックレストとか適当。だね。これはひどいな。まあ、あと、あ、そういえば、ここの前の通気口も、内装にくっついてたということで、ここ、筒抜けになります。抜けてます。で、内装についてると。で、この、これ、マジョレットとか、僕、あとジグノンも持ってたんやけど、ちょっとジグノンがね、このエンジン欲しかったね、エンジン切り取ってあるんで、ちょっと今お見せできる状態じゃないんですけども、なぜかフォード GT はエンジン全部見せてられてます。ホットウィールも、あと、マジョレットも、ジグも、トミカも、この V6 のね、エンジンが、なんか、売りみたいで。全部表現してくれてますけど、ちょっとこれ、ちょっとなんか、マジョレットよりはマシやね。てか、だいたいこんな感じになっちゃうみたいに、軸もこれとほぼ同じな、感じでした。こんなエンジンでした。なんか、ここだけポコってつけてる。これはもっとひどいけどね。このマジョレットひどいけど。あと、ホットウィールのエンジンもこんなやったような気がします。うん、まあ、これ、いいんちゃうかな。でもまあ内装はね、トミカ適当やから、まあしゃあない。はい。で、クリアパーツ。こう今ちょっと外れたね。びっくりやね。この、バットレストを表現するために内装を塗ったと。これはすごいよね。っていう感じ。今までシャーシを黒いシャーシに、ここだけボディ色、こういうバンパーのとこだけボディ色っていうのがあったけど、クリアパーツを塗るっていう発想は今までトミカにはなんかなかったかなって思います。これはすごい。なんかこれちょっとこの辺なんか補強のために多分つけたんやと思うんですけど、なんかインサイトみたいになってますね。ホンダのインサイトみたいな、クリアパーツだけ見たら、ホンダのインサイトみたいな。こう見たら、ちゃんとウィンドウあるんやけど、こ
ここにはめたらこのウィンドウほとんど見えへんっていうね。これもったいない。こんなにあんのに、ここまで隠れちゃうっていうウィンドウがなんかもったいない。ちょっとこれちょっとここ汚れてます。汚れてます。前か。よし。まあ、あとこれクリアパーツ塗ってるんやって。これはびっくりですね。これはびっくり。クリアパーツを塗ってたんや。プラスチックで表現してるのかな。内装のなんかプラスチックで別パーツで表現してるのかなと思ったら、こうしてますか。あ、ちょっと待ってよ。ここに、なんかラジエーターついてたんですけど、これが、この内装部品になった。色の塗り分けだけでここのラジエーター表現してんのかなと思ったら、ここ、あれ？ちょっと待って、内装よう見たらここ、シルバー。あ、なるほど。すごい。すごい、これ。これはすごいわ。こうなる。こんなことになって。内装とクリアパーツで、ここのバット、レストを表現してるっていう、すごい、トミカ。これは僕、引き付けられますよね、どう。すごいな、これは。これはすごい。びっくりした。で、ボディはその子ないもんやから、もうなんかすごいことになってる。これだけ、みたいな。これかなが、なんていうか設計した人、CAD を作った人、CAD で設計した人、すごいよねって感じ。これぐらいのことを他のミニカーで、最近、ないから、なんか、これからもこう、なんていうか、だから、将来またこんなことやってほしいね。っていうか、コンスタントにもっとやってほしい。なんでフォード GT だけこんなに力入れてしまったやんっていう感じ。はあ、でもこれはすごい。これ買ってよかった。まあ5年前やけど、5年前買ってよかったなって思う。すごい。これでもここまで頑張るとここをもうちょっと黒くしたらどうかなって思う。ここちょっと今、マジックで塗ろうか。はい、ちょっと、ここまで出来がいいんやからマジックでね、ちょっと塗って。こんな感じ。塗ってみたら、ええんちゃうかなと思いますね。こうやって、いつも通りマジックをつけてみてます。これ塗るだけで全然、出来変わるよね。マジックで塗るだけで。よいしょ。前くらい塗っといてほしいけど。まあでもここ、せやね。担保とか入らへんよね。こんだけ。奥まっちゃってたら、担保入らない。で、まあ、せやね。自分で塗るしかないかな。でもここ、ラジエーター、グリル、フロントのスポイラーぐらい塗っとこうよって。塗ろうよって。まあ、塗るか別パーツよね。これぐらい。これ塗っといたらもう最高やったんやけど。ちょっとこれ以上塗られへんかな。これ以上塗られへんね。これ、筆で塗らなもう無理なレベルかなと思います。まあでもね、こんな感じで塗って、ちょっと、まあ今からまた組み立てますけど、こうやってね、塗って、本当すごいね、これ。すごいよね。で、これトミカなんで、多分、かしめ潰したけど、かしまっちゃうパターンやと思うんで、ちょっと頑張ってみましょう。あ、すごい。すごい。後ろはね、ちょっと、どう考えても、かしめの芯がずれてた。なんか今、おかしいことになってるけど。はい、これで、
完全にかしまっちゃいました。で前と後ろ塗ったんで、まあちょっとなんかよりリアルかなって思います。これ今でもそのメルカリとかで売ってたら買うべきやね、持ってないと。それぐらい素晴らしい、素晴らしいけど、なんかちょっとちゃうね。なんか実物こんなんやっけっていう、なんかちょっとちゃうな。そういうところがホットウィルの方がかっこいいかなって。あ、そうや、これちょっとはめてしまったけど、タイヤの径が違うのちょっと確認しとこうかね。これはすごい、タイヤの径が違うのをちょっと確認します。ほら、こんだけ違う。ちょっとまあ微妙っちゃ微妙やけど、ちょっと違うね。実写で言ったらだいぶ違う、5センチぐらい違うから、ちょっとやりすぎな感じもするけど、ホットビールよりはいい。あと、あ、トレッドも前より後ろの方がちょっと長い、実写で言うと10センチ15センチぐらい長いかなって、トレッドが長くなってるかなと思います。で、まあ後ろにこのタイヤつけたら、あ、つけられないですね、もうつけられないですわ。うん、全然もう違う、別物って感じ、ね、これは素晴らしい、これは素晴らしい。本当にトミカでもこんなことできんねやっていうね感じやねんけど、これ以後これに匹敵するものを作ってくれないんだよね。だからこれも赤字トミカだったんじゃないかなと思います。赤字トミカといえばね、ちょっと前にあの、アストンマーティン DB 何だったかね、 DB なんとかを、紹介した時にね、完全に後工程で手作業の工程、なんかニッパーで部品折り取るみたいなシャーシー追加工してるやつがあって、それも赤字トミカやけど、これはそもそも赤字トミカやね。ここまで設計できんのに、設計できる能力あるのに、片やアストンマーティンバンキシザガとかでは、シャーシー失敗、設計ミスで追加工必要になってるというね、そういう、宝富なんやねんろ。これを設計したいと、もしかしたらやめちゃったとか、俺なんか、もうちょっと頑張ってほしいね。はい、というわけで今日はこの V6 のフォード GT、 なぜかコンセプトと書いてるね、ここ、コンセプトと書いてあるんですけど、よいしょ、見えますか、ここコンセプトって、コンセプトが実写ちゃうんやって、実写ちゃうんやって、そういう逃げのあるトミカですけど、まあそんなトミカをご紹介しました。これ見てね、いいね、いいねって思った人は、いいねボタンを押して、あとチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。バイバーイ。